電車で号プロフェッショナル仕様山手線詰めます。200号系星4難しい。雨降るじゃんその感じ、ふざけるなと言いたい。あ難しそうで、駅が結構多いということでございまして、雨降ってるな、おい。まあ、ポイントだけ押さえていきましょう。見ていきましょう。ね、こういう系の ATC がありますよね、ATC。で、ATC が、ある路線の場合は、そこをオーバーしていると、勝手にブレーキがかかります。で、減点もされます。非常に面倒いです。こういうのね、点滅してる間はオーバーしても OK なんだけど、なんだけどもこの点滅する時間が短いんですよ、場合によっては。だからパッとこう次65だよって45だよって言ってきて、すぐに決定されちゃう。でここじゃなくてその制限が解除されてしまうっていうことがあります。ということでブレーキングが間に合わない時があります。でも初見ですけど、初見だったら間に合わないことがある。ということで惰性走行が一番大事なんですけど、多分ね、ATC マイナス5キロぐらいに、ATC 制限マイナス5キロぐらいに合わせて、そこを惰性走行すると、速度オーバーはないのかなと思います。速度オーバーっていうかね、ブレーキが間に合わないことはないのかなと思います。こんな感じです。はい、こんな感じね。で、駅入っていきます。雨降ってるから、雨降ってるし、時間でが7時40分ということで、多分止まりません。怖い怖い、あ、止まらな、は止まらんな、おい、腹立つか、これ。はい、そこで引っかかりました。目黒でした。止まらんな、しかし、おい止まらんな、おい、怖いわ、この電車。200億系すごい好きだけど、これは怖いわ。いや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 、難しい。ATC65 なんで65で脱線走行ですね。止まるかこれ、本当に止まる、ギリギリ止まらなきゃ、ギリ。ATC75 で6545下がってくるんですけど、6545の感覚が狭くて、75キロギリギリ、65キロギリギリでブレーキしても間に合いません。 ATC の6が来てからだと。ということで ATC マイナス5キロからブレーキをするようにしてくださいというお話でございます。さあ下側、残り20秒、いいですね。これでさっき間違えて10秒取られた分、 ATC の分は帳消し。
で、多分 ATC45 キロよりも下の ATC は出てこないと思うんですよね、45未満の。なので45キロ制限の時には後をミニするとかして、40キロ近辺を保つようにすればいいんじゃないですかね。で、後2で40キロでこう速度が止まるところからも大体 ATC マイナス5キロで走ることが電車的にも推奨されてるんじゃないでしょうかと思います。いきなり45きました。制限危ねえな、危なっ、ギリギリじゃん。今 ATC マイナス5スのセス、あの駅前なんでまさかそんなんないだろうと思っちゃって、よしよしよし、オッケー、止まりゃいい。さあ、このスレンジ、このスレンジのやり方はまずもうフルスピードでスタート、12m 前、つまり 1200m 前あったらフルブレーキングをする、ブレーキを開始する。はい、だいたいこうスピードを 3km ぐらい落とす。ああ、落ち着き、だいたい 3km ぐらいで、1m 半やったらだいたいこう、ああ、ちょっとやすぎたね。だいたい 1km ぐらいで引っ張る、 1km ないぐらいですね。こうすればポイントがもらえると、いいですね。停車、まず停車、浜松を停車、 ATC45 のまんまそのままあの駅に、次の駅前に着きます。さあ、時間なくね。間違えちゃった、間違えて入れちゃったよ、非常にやっちまったよ。いや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 、新橋、いきなり駅前で40動きます。あ、ギリギリ、やっぱマイナス5の方がいいですね。で、ちなみに途中で時間の、まあいい、後で話します。やば、止まらん、腹立つ、腹立つ。この駅途中で ATC75 入るんですけど間に合わない、75は出せないですって思いました。いや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 、なんだよなんだよ、もううーん、やだ、はいです。75から45、75、65、45に下がったのかな。そんな感じで結構運転は難しいです。残り25秒、いけるね、結構これはいけそうだ。もう延着気味だったから結構危ないかなと思ったんですけど、止まらんな、しかしこいつ本当。45キロの浜松を突っ込んでいきます。そんなんあるの、怖っ。まあさすがにこれマイナス、 ATC マイナス5にする必要はないでしょう。とにかくその ATC マイナス5で走るようにすれば、私のようにバカな限定はないんじゃないでしょうか。基本的にはブレーキが効かない、めちゃくちゃ効かない、人が乗ってる時間帯でもあるし、雨が降ってるしっていう状態で、もうブレーキングはもう慣れるしかないですね。怖い怖い。で、延着もしやすくなるんで、本当気をつけてくださいという感じでございます。終わりですね。おめでとうございます、乗務完了です。よし。